はい、休憩終了。霊夢さん、疲れは取れましたかな？うん、元気100倍。では、港町マルスカへと、向かうとしましょう。新しいパレードの、実力が試されますぞ。大丈夫大丈夫。薬草も、いっぱいあるからね。早速戦闘ですな。わあ、モモンジャばっかりだよ。一撃破。いや、一撃でしたな。これは、思った以上に、強いですな。でしょ？そんな気が、してたんだよねー。二匹目も、撃破ですぞ。なかなかいい感じだね。うむ、ダメージも、ほとんど受けてないようですな。あまりに、薬草を使うから、リペアポットを用意しようと、思ってたんですぞ。リペアポットって、あれ、モビルスーツサイズじゃないの？確かにそうでしたな。発信、面白すぎるよ。おほん。ああ、我が軍は、圧倒的ですぞ。やったねー。なかなかいい感じの、パレードに仕上がってますな。レベルも、順調に上がってるよ。うむ、やはり休憩を取ったのが、良かったのですかな？そうなの？レベルの低いスライムなぞ、ボッコボコですぞ。そこ。そうれ。よくやった、いい壺を送っておこう。はっしー、興奮しすぎだよ。おっと、大人げなかったですな。しかし、圧倒的な試合には、興奮してもしかりですぞ。まあ、ハッシーの意外な一面も見れて、よかったけどねー。おっと操作ミス。走行しているうちに、中間地点に到着ですな。今回は、圧倒的でしたからな。どのくらいレベルが上がるか、楽しみですぞ。いやーハッシー、それはどうかなー。圧倒的なのは、敵が弱かっただけだからねー。なるほど、確かにそのようですな。どこの世界も、そんなに甘くはないということですかな。そういうこと。それよりも橋。また、馬がいるみたいよ。馬と馬車が、乗り捨てられた。ちょっと普通じゃないよね、橋。どうやら、そのようですな、霊夢さん。カタリーたちは、意外と平和だけどねー。この平和が、いつまでも続くといいですな。やっぱりハッシーも、嫌な予感がするの？というと、霊夢さんもですかな？クロナも、気にはなってるみたいだね。まあここは、先に進みましょうぞ。他に何もできないしねー。この音楽聴くと、血が騒ぐんじゃないの、ハッシー。というか、戦闘中の音楽の方かな？そうこの音楽、この風、この匂い、血が騒ぎますぞ。さっきよりも、敵が強くなってるかな。しかし、まだまだ我らの敵では、ありますまい。油断は禁物だよ、ハッシー。うむ、今のはちょっと、やばかったですな。よし、あと一機。いや、一機。丁寧に戦っていけば、問題なさそうだね。よし、勝利ですぞ。レベルもアップ。このくらいの方が、戦っていて楽しいですな。このくらいって、ハッシー。まだまだ序の口も、いいところだよ。序の口って、もっと強いモンスターが、いるのですかな？ハッシー。もっとじゃなくて、もっと、もっともっとだよ。今の最後の技は、何ですかな？
冷たい息だったね。冷たい息？そう、冷たい息。まあ簡単に言えば、今現在の必殺技みたいなもんだよ。必殺技？モンスターはそんな技が使えるのか？すべてのモンスターが、じゃないけどねー。そんなことより、そろそろ戦闘が終わるよ。霊夢さん、地球上には何種類くらいのモンスターがいるのですかな？何種類って、いっぱいいっぱいいっぱいだよ。そんなことよりもハッシー、リンジー村に到着だよ。かなりの種類のモンスターが地球上に。霊夢さん、もっと強いモンスターもいるのでしょうな？だから、もっと、もっともっとだよ。これは、騎士様に報告せねば。彼岸では太刀打ちできない日が来るのでは。ハッシー、ねえ、ハッシーってば。スカウトチャンス、ハッシー、スカウトチャンスだよ。霊夢さん、申し訳ない、ちょっと考え事をしておりました。もうハッシー、しっかりしてよね。さっきちょっと強かったスライムベスをスカウトするよ。熱烈アタック、うまくいくといいですな。ハッシー、成功したよ。よかったですな、霊夢さん。魔物は友達ですか？よもすえですな。名前はこのまま決定っと。次は新しくパレードを組み直すんですな。そう、だけどちょっとカットします。どうやら一匹増えたようですな。馬車のレベルが上がったからかな。重さの上限が増えたんだよね。どうやらリンジー村というところに着いたようですな。福引き所とギルドがあるみたいだね。後で行ってみようよ。そんなことより霊夢さん。え、またなの？いやー、そうではなくてですな。馬のことが話題に上ってるようですぞ。本当だー。一体どうしたんだろうね。どうもこの方たちの馬のようですな。馬泥棒だって？泥棒はいけないことなんだよ、ハッシー。もちろんですとも。この辺りはやや物騒なようですな。ハッシーも警戒しといてね。あれ、酒場もあるんだって。クエストですか？お礼もらえるんじゃ、受けた方がいいよね。いかにも霊夢さんが喜びそうな内容ですな。違うもん。困った人々を助けるのもキャラバンの役目だからだよ。受け売りですな。もう、そんなことよりどこ行く？そうですな、まずは何より。宿屋なの？重力のある地球での旅は疲れるのですぞ。ハッシーはスペースノイドだったね。忘れてたよ。ハッシー、おはよう。おはようございます、霊夢さん。次はどこに行く？そうですな、やはり酒場が気になりますかな。オッケー、生二つねー。ハッシーも飲むでしょ？いや霊夢さん、まだ朝ですぞ。飲まないの？それに霊夢さんは未成年なのでは。バレてた？そんなことよりも、いろいろなクエストがありますぞ。とりあえず、全部受けてみようよ。いや、こういう時は慎重にですな。とにかく、詳しく聞いてみましょうぞ。畑荒らし？許せないねー。
代わりにやっつけちゃおうよ、ハッシー。スライムベス3匹ですか。受けようっと。で、霊夢さん、決断が早いですな。だって、簡単なクエストだったんだもん。お次は、どんなクエストでしょうな。まずは、詳しく聞いてみましょうぞ。薬草を10個、届けるだけのようですな。これも、簡単なクエストだね。即決即決。霊夢さんは、決断が早いですな。まあねえ。早寝、早起き、早飯、早く。5本。さて、最後は、どんなクエストですかな？詳しく、見てみるんでしょ？もちろんですとも。なんか、様子を見に行くだけみたいだけど。これも、即決ですな。ああ、はし。なんか裏がありそうな、予感がするんだけど、大丈夫かな？霊夢さん、それは心配しすぎですぞ。受けちゃったし、まあいいか。なんですかな？新たなルートが、繋がるみたいだね。っていうか、遠いよ。次回は、初めてのクエストだね。じゃあ、私は、そろそろ帰るからねー。霊夢さん。ハッシー、また今度ねー。本当に、帰ってしまいましたな。自由気ままというか。まあそこが、霊夢さんのいいところでもありますな。では、私もそろそろ、帰りますかな。もう少し続くよ。とんでもございません、キシリア様。それに、私からも、ご報告がございます。実は、地球上において、モンスターがはびこっております。はい、キシリア様。しかしながら、事実であります。今のところ、まだ未知数かと。承知いたしました。確か、ガルマ様の件で、失脚したとか。能力をですか？ニュータイプ、ですか？はい、キシリア様。シャーズナブル、おですか。承知いたしました、キシリア様。